一番綺麗な空を飛ぼうよ、確かな未来へ完全に裏をかかれました。ニューヨーク支部からも応援をいただいたのに申し訳ありません。トガ人の動きはその後？今のところは何も。ただ上空のアストラルラインに妙な動きがありまして。ええ、報告は聞きました。それでみんなの様子は？何かを感じているようですが、はっきりしたことはどうも。あれだけ大掛かりな作戦を立てて結果は惨敗に近い。下手をしたら。だがトガ人はあと3人。諦めるわけにはいきません。求めぬ者には門は開かれないのですから。ではよろしく。どうでしたか？かなりの被害を受けたようです。とにかく至急人員と機材の増援を急がないと。時間もなさそうですしね。シスターロゼット。すいません、ギリアム牧師。トガ人の行方ならまだだ。もう少し待ってくれないか？そうじゃなくて、私たちがお手伝いできること何かありませんか？あんなに被害を受けたのに、みんなもう。その時が来たら遠慮なく頼むつもりだ。だが今はその体を休める方が先決だ。こんな時に休んでられません。君たちだってダメージを受けてるだろう。いざという時に動けなくなったら元も子もない。でもロゼット、我々にも仕事をさせてくれ。諦めを知らず献身的で美しい。さすがはマグダラのマリア。神に愛されただけのことはある。褒めてるつもりなのだが。貴様にも見えるか？インガリスは絶対だ。いかに否定しようと逃れることはできん。一色同胞を殺した貴様が今さら何を恐れる？言うな。殺し食らうのは我らのサガだ。貴様のその力は恐ろしいが、恥じる理由はあるまい。目的あってのことだろう。わからない。足を止めれば死ぬだけだ。まあそれを選ぶのも自由だが、我々は今死ぬわけにはいかんのでは。じゃあちょっと待っててください。ロゼット、
シスターシスターあんた大丈夫かい。え、あ、平気ですから心配なされずに。本当かい。ねえ、お気遣いありがとうございます。ロゼット、きっと辛いのにあんなに無理して。それにサテラさんも。クロノも。どうかなさいましたか。はい。何かお悩みのようでしたから。あ、そんな悩みなんて何も。本当に？はい。ではちょっと寄り道してもよろしいでしょうか。寄り道？はい。今日は天気もいいですし、いつもと違った道を通りましょう。何か新しい発見もあるかもしれませんし。ただいま。ロゼット！待ってたんですよ。え？お出かけしましょう。用意してください。お出かけ？アズマリア、どこへ連れて行こうっていうの？内緒です。クロノは？庭の方にいたようだけど。呼んできます。え？あ、アズマリア？ちょっと！あ、なんなの？さあ。お祭りみたいね。さあ行きましょう皆さん。ちょっと待って、アズ、私たち浮かれてる場合じゃないのよ。そうよ、一体どこへ行くのかと思えばこんな庶民的で騒がしいとこだなんて。シスコ支部は今大変なの。それはアズだって知ってるでしょ。トガビトだってどこ行ったか分かんないし。したいな、帰るわよ。車回してちょうだい。でも今私たちが焦ってもどうにもならないんです。今のみんなまるでバラバラで、一緒に暮らしていても別のところにいるみたいで。だから私ロゼットもクロノもサテラさんも一人で抱え込まないで。泣きたい時は泣いて、楽しむ時は思いっきり楽しむ。一人で抱えて笑うなんて自分が一番辛い。そう言ったのはロゼットじゃないですか。アズあの子も言うようになったじゃない。え、行きましょう。さっきはごめんなさい。庶民的なのもたまには楽しんでみるわ。サテラさん、したいな。車はいいわ。かしこまりました。私アメリカのお祭りって初めてなんです。あら、そう。今日はとことん付き合っちゃおうか。考え込んでても始まらないか。行こう。おい、待ってよ。私たちも混ぜて。はい、喜んで。行くわよ。今日は賑やかだな。だってお祭りだもん。は、そう。くだらねえ。そんな負け犬くんも。お耳ピクピク。シェイダ、アポするぞ。回答しておけよ。え、了解。アイオン、僕も一緒に行くよ。今日はとても気分がいい。頭が冴え渡るようだ。いいことありそうだね。ああ、せっかくのパーティーだ。ギャラリーは大いに越したことはない。アイオン様、それなら私が。いい。フィーちゃん、フィーちゃんはおめかししないの？え、ほら、ワンコのお耳。あの、私にはアクセサリーなど分不相応ですから。ああ、
似合うと思うんだけどな。さあ行こうか、ステージへ。今夜の主賓がお待ちかねだ。お相手お願いします。よろしくてよ。さあ参りましょうか。なんかおとぎ話のお姫様みたいですね。どうだか、踊ればすぐにボロが出る。見てなさい、行くわよ、するの。せーの。無理だよ。うるさい、私だって11の時のイースター以来なのよ。続けましょう。シュタイナーさん、 ん、はあ、今日はありがとうございました。一曲お相手していただけますか。喜んで。じゃあ笑って行きますよ。はい、うん、もう取れたんですか。やだ、今目つぶったかも。せっかくの記念なのにみっともない顔しないでよ。またそういうこと言う。まあまあ、二人とも。あんたはつぶってなかったって言い切れるの。お取り込み中すいません、うん、これに住所をお願いします。一週間ほどでお届けさせていただきます。はい。マグダラ？ほら、私たち忙しいからこれならどこにいても届くでしょ。そうだね。どんな写真になるんでしょうね。こんなお店で撮ったんですもの、期待しない方がいいわ。そういうことお店の人の前で言わないの。いや、賑やかなもんだな。
なあ、ついこの前の事件が夢のようだ。後で行くか。バカ言うな、牧師にどやされるぞ。来るの？何？はぐれたの？たく、何してるんだろう。ちょっと探してくるわ。せっかくのお祭りじゃない、たまには二人きりにしてあげましょう。おかしいわね、いつの間にかあの子たちを応援してる。悪魔と人間のコンビなんてどうかしてると思ったのに。私も初めはびっくりしました。いつか私もあんな風に信頼し合える誰かと出会えるかな。ええ、きっとね。幸せになってほしいわ、あの子たちも。もちろん、あなたも。サテラさん。サテラさんも絶対幸せになります。私、毎日お祈りしてますから。ありがとう。石が輝いてる。え、やっと私もあなたたちと一緒に戦えそうね。ちょっとアズマリア、こんな人前でね。アズマリア、もう分かったから。クロノ、こんなところで何やってんのよ。あ、そのさ、行くわよ。おう、もう世話焼かせないでよ、恥ずかしい。ごめん。あれ、ん、あら、まさか迷子になってるんじゃないだろうね。あれ、はあ、仕方ないな。一旦空いてるところまで出よう。ロゼット、ロゼット、ロゼット、ロゼット。あ、何ポケットしてんのさ。ほら、え、きれい。これなら迷子も悪くないね。ねえ、クロノ、どうかしたの？いや、なんとなく思い出しただけ。昔眺めた風景と少し似てるなって。ずるいわよね、あんたって。何が？変わんないってことよ、4年前も、そのずっと前からも。同じ姿のままで、長い時間を生きてきて。きっと、同じように私が死んだ後も。やめてよ。君が死んだらその時僕もこの世界にはいない。僕は君より長く生きるつもりはない。だってクロノ、私は変えたいんだ。変えられないものなんかないって信じたい。クロノ、君に出会ってから僕には新しい世界が開けた。それは長い闇でさまよっていた僕には満ち足りた光だった。君のおかげだ。そんなことない、私だって同じよ。だけど僕は君を、限りある時間だからこそ迷ってる暇なんかない。気がついたのはこれのおかげだから、私はまっすぐ歩ける、立ち止まらずにいられるの。クロノがいてくれたから。絶対死なせやしない。何に変えても君を。
傷ついたり戸惑ったり冷たい頬寄せ合って心が生まれた。いつも今すぐに付き合ってらんねえぜ。はあ、ジェナイ君にはがっかりだね。イモン大暴れしちゃうぞ。次回クビ